どうも、六六組のエンタメラバーへようこそ。六六組のケメロチのペチと長男ゆきことサクですね。注文完了。はい、何買ったんでしょうか。イボイボの棒を食べました。イボイボの棒って大丈夫なやつ。いやいやいや、肩こりの。ああ、イボイボの棒ね。大丈夫。ピンク色、ピンク色白。新しくね、考察するドラマが始まるということでね、それの徹底予習動画をね、はい、撮っていきたいと思います。はい、でそのね、番組は、TBS 系列で、はい、10月11日夜9時から放送される危険なビーナス。よいしょ、ケンビー。ケンビー、お前ケンビー押すな。ケンビーにはならんと思うぞ。明後日からね、はい、始まるんですけども、楽しみ。そう、なんと初回はですね、25分拡大スペシャルということで、すごくない？25分で。気合すごいね。15分拡大は割とさ、最近よくあるじゃないですか。うん、でも25分ってほぼ2時間。うん、そうだね。全然違います。全然出てこなかった、ほぼだと。頭動かせよ。何のほぼだったのか分かんないんですけどね。はい、ということで、危険なヴィーナスをね、これから考察していこうかなというふうに思ってるんですけどもね、うん、我々はですね、その危険なヴィーナスは日曜日に放送されるんですけども、その翌日にね、直後考察動画というのを翌日月曜日に出しまして、うん、直後考察動画についたコメントをまとめて、再考察した直前考察動画というのをですね、2日前の金曜日に出すということで、うん、はいはい、そうなんです。金曜日の直前考察、はい、日曜日の本編、うん、そして翌日月曜日の直後考察動画、はい、その3本セットでね、楽しんでいただけたらなというふうに思います、うん、でね、ちょっとね、まあ、いろんなドラマが重なってるということでね、うん、何時に動画をアップするかについてはちょっと検討して、はい、またね、次の動画から告知できるようにしていきたいと思いますのでね、ぜひともルーティン化して見ていただけたらなというふうに、はい、月曜は間違いない。そう、月曜は間違いないということでね、うんうんうん、ハッピーセット要はそう、要はそういうこと。びっくりしたな。おかしくなっちまったね。ハッピーセット要は。そう。とうとうおかしくなった。とうとう。はい。ということでですね、まあ、危険なヴィーナス、これは一体どういうドラマなのかなっていうのはね、うん、まあ、ちょっと今回のね、この動画はちょっと予習という形でね、簡単に説明していきたいと思います。うん、まあ、まずはその危険なヴィーナスっていうのはですね、まあ、東野圭吾さんのね、原作のミステリー小説でですね、あの、2016年に出たものなのかな。結構最近ですね、はい、2016年ってなるとね。そうだね、そう。で、文庫化されたのが割と最近なのかな。あらすじをね、ちょっと簡単に、はい。ね、そうです、どんなものか、はい、説明していきたいと思うんですけども、うん、惚れっぽい独身獣医白狼が新たに好きになった相手は失踪した弟の妻だったなぬ、ということで、あ、そういうで、そうで、ある日ね、白狼の元にかかってきた電話からね、あの物語が始まるんですけども、うん、まあ、初めまして、お兄様ということで、弟のアキトと最近結婚したというその女性楓はアキトが失踪したと言って白狼に手助けを頼みますと。で、原因はアキトが相続するはずの莫大な遺産なのかっていうことで、まあ、恋と謎のスリリングなミステリーということで、キュンキュンドラマだ。違います、全然違う、全然違う。ドロッドロなドラマですね。結構人間のバトルですか。そう、バトルでして、そう、ということで、まあ、これ原作がねありまして、ちょっとまだ全部は読めてないんですけどね、僕と作がこの原作を読み進める係としてやっていきたいんです。ちょっと知識を入れたんですけども、これがまた面白いのよ。楽しみ。正直本読まない、活字の本苦手な2人だから、正直ね、買ってからちょっとね、開くまで分厚いから時間かかったんですけどもかかったな。そう、だいぶ時間かかったんだけども、いいけど、読み始めたらめちゃくちゃ面白くて、もう早く読みたいから、早く最後まで読みたいなってぐらい、そう、もうめちゃくちゃ面白くて、展開もね、早いし、展開も早いし、やっぱそのドラマが決まって、原作を読ませていただいてるんで、うん、僕は読み方としてはこのドラマの登場人物と当てはめてこう、うん、で原作読んでるんで、なんか結構もう自分の中のイメージ、あー、なるほどなるほど、妻夫木さんが出てる、そう、できてる、もうドラマ流れてるよね、流れてます。多分こうなるんだろうなっていうのあるし、うん、そう、でね、結構登場人物がかなり多いので、だから原作読んでから見るって方はね、このホームページの相関図なんかを見ながらね、原作読んでいくと忘れないというか、この名前の人はこの人なんだなっていうのがね、忘れないと思うので、そう、ぜひぜひ相関図をね、見ていただきたいなというふうに思います。で、ちょっとその相関図について触れていきたいと思うんですけども、まあ、先ほども言ったように、主人公は妻夫木聡さん演じる、まあ、手島白狼、白狼白狼っていうのもまた珍しい
しい名前なんですけど、まあこれもね、ちょっととある由来があって、白狼っていうね、白い老人かと思います。違いますよ。白狼はそのどういう思いでつけるのか、いたら申し訳ないけどね。いるか、いないから、この子供が白狼いるか、生まれたての白狼いるかっていうのもね、あったりするんだけども、そうで、ヒロインのアキトの妻、まあ謎の女っていう感じで ね、矢島楓を演じてるのが、吉高由里子さんっていうことで、うん、まあこの二人が中心となってね、物語が進んでいくんですけども、だ脇を固めるね、役者さんがめちゃくちゃ豪華で、豪華、うん、で同じその白狼のね、動物病院に勤めてるのが中村アンさん、影山元美の中村アンさんが演じて、でちょっと意地悪な役で、そうね、ヒール役だね、かなりの大きな家の八神家っていうね、そう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 、莫大な資産を持って、そのね、その莫大な遺産の30億円をめぐってのまたね、物語でもあるっていうことで、ディーン・フジオカさんだったり、あとテセウスのね、船にも出てた、そう、麻生由美さん、怖いよがね、また八神さよっていうのを演じていたりとか、そう、あとまあ染谷翔太さんもね、いいね、そう、失踪してる弟、腹違いの弟なんだね、白狼の、そうです、そう、お母さんが同じで、再婚した相手が八神家の男だったんだけども、その子供が、八神明人っていう失踪した弟になるわけなんだけど、ということで、そう、かなりまあ重要な役どころだよね、染谷翔太さんの八神、その奥さんが吉高由里子さんの楓だからね、そうだね、じゃあここも本当に夫婦だったのっていうところもまだ謎だったりするし、そうで、やっぱびっくりしたのがね、うん、あのクリーピーナッツの R 指定さんが白狼の父親として父親出てくるっていうのがびっくりなんですよね、まあ、ちょっと亡くなっちゃってるんですけど、お父さんとして、ね、あー、そういうことか、俺ちょっと相関図は33年前に死去っていうのがね、また面白くて、そう、相方の GJ マズナさんがツイッターでいじってた、うん、好きやな、めっちゃ、そう、めっちゃ面白い、お前好きやな、めっちゃ好き、あんまそのツイート見ても笑えんかった、ね、めっちゃいいねツイートだよ、ね、いいねツイートだけど、アドル上げるからけどな、うん、それで小日向文雄さんが ね、出てたり、あと戸田恵子さんもね、お出てらっしゃったりっていうところで、めちゃくちゃ豪華なキャスト陣で、劇場感あるね、そう、日曜劇場やっぱり豪華ですよということで、やっぱ登場人物がね、なんせ多いので、多いし、うん、やっぱ実力な人多いですから、そう、実力派な人が揃ってて、であとですね、この相関図の中に、映ってる、君津光というね、方がいるんですけども、これが、オリジナルのキャラクターということで、ね、明かされてますね、あ、はいはいはい、ニュースになってますけども、だからこれやっぱオリジナル要素がね、いや、これはいいよ、出てくるということで、まあ、この人が使用人か、八神家の使用人、八神家っていうね、キャラ書き回してほしいね、そう、書き回してほしいなっていうところで、だからこれもね、やっぱ原作ありきで、もう文庫本で一冊で終わっちゃってるということで、うん、そう、僕はまだ最後まで読んでないんで、犯人が誰かっていうのはまだ分かんないんですけども、うん、はい、まあ原作ではまあ犯人というか、いろいろな謎、そう、そう、失踪してアキトはまだ生きてるのかとか、アキトと楓が本当に妻だったのかとか、その30億円の遺産は誰の手に渡るのかっていうところが、まあ明らかにはね、なっていくと思うんだけども、それでね、やっぱ皆さん気になってると思うんですけども、まあ、やっぱ完結してるっていうことで、それで今も言ったけど、そのもう一応原作ではね、すべて多分収まってると思うんですけども、うん、はい、原作のね、東野圭吾さんのコメントがですね、ちょっとこれはドキッとするようなコメントがありました。あら、紹介したいと思うんですけど、自分で言うのも変ですが、危険なヴィーナスには面白いピースがたくさん詰まっています。それらを玩具にして、もっといろいろと遊びたかったのですが、小説ではミステリー要素を重視したため、泣く泣く我慢をしました。その分、ドラマの制作陣、役者さんたちには、思いっきり好きなように遊んでもらいたいです。期待しています。ということで、まあもう、崩していいよと。まあ、そういうことか。もう原作者の東野圭吾さんがおっしゃってるので、うん、でまあその前々回かな、うん、の日曜劇場のテセウスの船っていうあの漫画本もですね、はい、もう原作はもう終わってまして、うん、犯人っていうかもう明らかになってたんだけども、まあ、途中からね展開がオリジナルになりまして、最後の犯人も結局原作と異なったっていうのもあるので、うんうん、はい、大いにそれも期待できる、 やっぱそれでね、かなり話題にもなったりしたので、やっぱりそういうことになってくんじゃないかなっていうのが、ちょっとね、これ再来かなっていうのはあるんです、全然、うん、テセウス再来、うん、再来もめちゃめちゃ人気出ると思います、これは続報待とうね、そう、そういうね、そうそう、確かに、だから多分ね、そのうちにまだね、その原作の結末とは異なりますよっていうのは明言はされてないんですけども、うん、多分ね、回が進むにつれそういうね、発言も出てくるかなというものでね、そこも、注目していきましょう。でちょっとね、まあ相関図とか家系図とかもね、載ってるんですけども、まあちょっと人物がもう多すぎ
すぎるし、これはね、ちょっとね、これ説明するともめちゃくちゃややこしいので、ちょっとこれは、そう、見てもね、多分何のこっちゃっていうところだと思うの、正直。だからちょっとドラマを見ながらね、あのホームページにね、ちゃんと丁寧に出てきてるので、わかりやすいね、家系図が出てきてるので、それ照らし合わせながらね、見ていくといいのかなと思います。もちろんドラマもそうだし、原作を読むときもこれ見ながらだと結構スッと入ってくるよね。うん、っていうのがありましたよというところですね。で、あとまあ紹介すべきとことしてはこちらの主題歌がですね、バックナンバーさんということで、これもまた気合い入ってますね。でで、チキチキで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 手をつなげば、うん、一回落ち着こう。うん、そうなんです。そう、ということで下手だったね、俺の今の。いや、どっちも悪い。あ、どっちも悪い。俺らも悪いし。ということで、そう、バックナンバーさんというのはもうめちゃくちゃヒットメーカーですからね。はい、まあ、それこそ記憶に新しいのは去年のね、初めて恋をした日に読む話のハッピーバースデー以来ということでね、主題歌を担当するのが、今回の曲は、エメラルドという曲で、割と激しめなというかダークだね、ちょっと怪しい雰囲気、怪しい雰囲気だよね。そう、ドラマにぴったりな曲がね、あの主題歌ということで、やっぱね、主題歌もやっぱかなりね、重要ですからね、ドラマは。クリーピーナッツさんじゃねえんだ。そこはね、そこはちょっとあれしてさ、あ、まあそう、荒れちゃいましたね、うん、世界観ということで、そうです、まあ、あとね、3時のヒロインの福田麻貴さんが出たりっていうところもまた面白くて、で、まあこれも注目ですよね。なんといってもそのテセウスの船では、そうなんですよ、あの霜降り明星のセイヤさんが出られてて、はい、で、セイヤさんがあれでしたもんね、あの犯人なんじゃそりゃだ大好きなんですよ、霜降りさん大好きなんです。めっちゃハマってる、同世代から好きなんですよ、そうですよね、確かにね、っていうのもあるので、うん、ちょっとなんかね、もしかしたらっていうね、福田麻貴さんとせいやさん仲いいから、あらこれでも確かに一杯よ、これまたね、犯人になるのかなっていう、いい味だし、確かにね、絡んでくるのかなっていうね、ところがあるので、まあ、ここも注目ですよと、はい、で、あと多分ね、今後も追加キャストなんかも多分出てくると思うし、そう、出てない人、相関図にもある池田動物病院、あの主人公の白朗が勤めてる池田動物病院の院長がですね、まだ出てきてないっていうところで、この人物も、まあ、またね、重要な鍵を握ってくるのか、またビッグネームがどんどん ね、そうですよ、追加で出てきたりする。そう、ね、なんでそこが出てないんだろう、うん、多分 DJ 松永さんなのかなっていうふうに思う思うんだけど、違うと思うけど、うん、違う、ふざけないで、ごめん悪かったよ、ふざけたことない団体なんだから、うん、いやー、ね、ふざけてしかいないよ考察は間違いだけど、それ以外はふざけてしかいない、バランスですね、ということで、脚本もすごいですか、ケメさん、これ言っとらないと。そうだ、脚本、このドラマの脚本がですね、黒岩勉さんというグランメゾン東京です。うわ最高、大好きね。しかも、あと映画のキングダム、うわ最高、超好きなやつじゃん、超好きなやつじゃん、ということで、そうだ、これもかなりグランメゾンはもう記憶に新しい、皆さんめちゃくちゃ大ヒットしたね、キムタクさんのね、主演のドラマだったので、だめね、面白い脚本家さんがつくということで、はい、これはもう間違いなく大ヒットするドラマで、面白いドラマになるんだろうな、この秋クール一番注目株と言っても過言ではないんじゃないですか。そうだね、まあ、やっぱ日曜劇場はね、めちゃくちゃやっぱいつもね、注目されてますからね、これは間違いないなっていうところ、そうだ、うん、で、なんといっても、まあこれはね、考察やります動画でも言ったけど、やっぱ俺のね、はい、めちゃくちゃ思い入れの強いオレンジデイズっていうね、日曜劇場の2004年にやってたドラマ、知っとけ、知っとけよ、全員知ってんだよ、じゃあ、こいつが思い入れ強いのは知らねえ、あ、そういうことねもう、これ知ってるよ、オレンジデイズ、あ、オレンジデイズね、もう名作ですよ、だそれ以来の妻夫木さんの主演作、日曜劇場の主演作っていうことで、熱いわ、そう、めちゃくちゃもう変わってないのよ、変わってない、変わってないよね、変わってないし、ずっと16年でしょ、本当にもうオレンジデイズについてめっちゃ話したいぐらいなんで、いいです、大丈夫です、うん、君からは、うん、別に、すいません、そう、ちょっとこれだけ言わせて、俺オレンジデイズめっちゃ好きで、大学生活もオレンジデイズみたいにしたくて、お、まあ、とりあえず大学、あのオレンジデイズの一面みたいなの、はい、男3人、はい、女2人、はいはい、おったな、そのまず一面作りたくて、なるほどね、まあ、男3人はすぐね、まあそれで見つかって、まあ、今も同居してるんですけど、あら、いいじゃない、オレンジデイズのメンバー、そう、オレンジデイズのメンバーなんですよ、そうそうそう、で、結局女2人が見つからないまま4年間を過ぎて、トリオ、トリオじゃねえか、トリオで終わったっていう最後のツッコケ3人組だった、ツッコケ3人組だった、ただの何してんの、最後のね、そう、端っこの方で3人でずっと固まって、まさか今も
もね、こうやって同居してるっていう、まあそれほどでいいことですけども、そこにさらに男2人が加わってきて、これで5人だな、5人だな、よかったな、男しかいない、オレンジでもデイズでもね、デイズでもねえんですけどねっていうところもまた注目で、またね、どこが注目だよ、どこが注目だよ、ちょっと間違えたわ、オレンジデイズ以来のね、妻夫木聡さんの日曜劇場で見られるっていうのがめちゃくちゃ楽しみだなっていうところがありました、と、はい、いうことで、あとですね、まあ最後にドラマ界のところでもかなり盛り上がるんじゃないかなっていうところで、はい、この謎解き、リアル謎解きイベントというのがね、危険なビーナスで開催され珍しいですねているんですよ、もうすでに10月3日から12月の20日の日曜日まで、手島博郎もう一つの解読記録ということで、まあの最近流行ってるリアル謎解きイベントみたいなことですかね、回遊型イベント、あ、自分たちでやっていくんだ、そう、歩きながら京王線沿線のね、駅を巡りながら謎を解く体験型謎解きイベントっていうことがね、あって、で、これストーリーもまたオリジナルストーリーみたいな感じになってくるので、で、これ参加するとまたなんかあの商品が抽選でね、もらえたり、参加賞でね、もらえるものもあったりっていうことで、これはですね、3人で今度やっていきますのでね、行こう、そちらの方もね、動画にする予定ですので、また危険なビジネス番外編としてね、そちらの方も楽しみにしていただけたらなというふうに思います。いましょう、まあ、ちょっと最後にまとめるとですね、まあ、このドラマの、まあ、注目ポイントというか、このドラマここに注目っていうところはですね、あらすじでも言ってたけど、弟アキトの失踪は、まあ、八神家の誰かの仕業なのかっていうところがまずポイントだね、ポイントの一つですね、で、あとはその、まあ、謎の美女、一応弟アキトの婚約者って現れたね、その楓は本当にアキトの妻なのかっていうところもまた謎ポイントでありましたと、誰も知らねえんだ、そこもまだ謎でですね、あと八神家の30億円の遺産は誰の手に渡るのかっていう、ここがまあそのミステリー謎解きなポイントなのかなっていうところで、そこら辺をまあ主に考察しながら多分進めていくことになるのかなっていうことで、まあ我々そのまあ原作は読む、この2人は読むんですけども、まあネタバレについてはですね、ちょっとまあ、様子見ながらと言いますか、まあまあ、そうです、ね、多分初めの方は絶対にその原作通りに進んでいくと思いますので、はい、やっぱりドラマだけで楽しみたいなっていう方もいますし、なので不用意なネタバレは初めは避けつつ、そうですね、ガンガンオリジナル展開になってきたらもうどんどん、そう、ねね、原作の違いをね、そう、違いをとかをね発表して、まあ、ネタバレのところに関してはね、ネタバレ注意っていうテロップを先に入れまして、ね、字幕とかはそこに入れないつもりなので、はい、だからそこだけはまあそっとね、イヤホン外して、そのテロップが外れたらまたつけていただくみたいな感じでね、見ればネタバレなしでね、我々の動画楽しめますのでね、ネタバレ嫌だよって人もぜひぜひ見ていただけたらなと、みんな見れます、みんな見れる動画にしていきたいなというふうに思います。でね、あの他にもいろんな考察系をやっていくのでね、詳しくはこの動画を見て、我々が何の動画をね、あ、これね、あ、はいはい、そう、紹介してますので、全クリしてください、全クリして一緒にね、ドラマ、秋ドラマめっちゃ俺らと楽しもうって、いや、そう、いや、はい、で、あと僕たちはですね、そういった考察動画以外にもですね、彼は、めちゃくちゃ可愛い彼女、俺が本当は付き合いたかった、あんま言うな、お前ガチ感出るからお前ずっと入れるな、なんかお前が紹介するとか、そうそう、無理なんだからもう、無理だな、姉ちゃんが奪おうとしてたんかよ、お前、めちゃすごい恋敵やった、まあ、初対面で可愛い、めちゃくちゃ可愛いなと思った、その方と同棲生活、4畳半でね、はい、同棲生活をしてる動画を上げてますので、はい、そちらの YouTube の方はチェックしてください。で、彼はね、27万人を誇る超人気 TikToker。スーパー TikToker なんで、はい。あとちょっと30万人行くとか行かないとか。3000万人は行かないです。行かないかな。無理なんです、3000万人は行かない。はい。まあ頑張ってますね。そう、3000万人行かない TikToker もいますのでね。悪い方に言うなよ。ぜひどうも。はい、そちらの方もチェックしていただけたらなというふうに思います。はい。ということで、以上、ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなって思ったら、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いします。はい、ということで、ペチ君、はい、30億円の遺産が手に入ったら何に使う？親孝行。普通にいい子やな、おい。いい子や。え、そうだろう。いい子や。